カンバーランドは、イギリス海軍のフリゲート。22型フリゲートの12番艦。バッチ3コーンウォール級として区分される場合は2番艦となる。艦名は、カンバーランドに由来し、この名を受け継いだ、イギリス海軍艦艇としては11代目にあたる。カンバーランドは、ヤーローシップビルダーズのクライド造船所で1984年10月12日にし、 1986年6月21日に浸水。1989年6月10日に収益し、デボンポート海軍基地を母港に支配備される。2000年9月26日、カンバーランドは、漁師と共に、パロス島沖で座礁した、ギリシャのフェリー、エクスプレスサミナの生存者救助に当たった。2003年、カンバーランドは、大西洋中部で、 大麻薬作戦に従事中に3.6トンのコカインを押収した。2005年10月には、ニカラグア沖のカリブ海で、スピードボートから2トンのコカインを押収した。2008年10月、カンバーランドは、大海賊任務に割り当てられた。同年11月11日、カンバーランドは海賊に襲われた、デンマーク船の救助に向かった。海賊が、 カンバーランドに対して発砲し、反撃で、海賊3名が死亡した。2011年2月22日、ウィリアム・ヘイグ外務英連邦大臣は退役のため、イギリスに帰国途上で、地中海を通過中であった、カンバーランドを2011年リビア内戦で、イギリス国民を呼び、他国民避難活動のために、リビアに派遣すると発表した。2月24日に、 カンバーランドは、ベンガジに入港し、イギリス人多欧米人避難民を収容し、同日マルタへ向けて出港する。3月6日に、ヘイグエ外相は、イギリス外交団が、ハンカダフィ勢力との接触を試みるも拒絶され、リビアを出国したと発表した。この過程において、イギリス外交団8人は、ベンガジ南西のスルクに、ヘリコプターで着陸し、 反体制派と接触を試みるも拘束された。ガーディアンの報道によれば、イギリス外交団は6人が、イギリス陸軍特殊部隊、2人が、イギリス情報局秘密情報部で構成されていたと、報じている。反体制派は合意なき入国のため交渉を拒絶、イギリス外交団は退去し近海を航行中であった、カンバーランドに帰還し、マルタへ向かう。その後、 リビア飛行禁止空域の本格化に伴い、引き続いて、リビア沖にて、海上封鎖の任務に就く。カンバーランドは、国防予算削減を決定した政府の方針に、従い、2011年6月11日に退役した。ありがとうございます。